はあ、もう嫌だ。恥ずかしいからもうとっとと帰ってきてください。まず、初めに投手陣。もう、バッティングピッチャーかーい。もう、ポコポコ打たれてさ、球高いんだって、みんな。もう、このチームは、投手陣崩れたら終わりなんだって。もうだからね、なんとかもう一回立て直してほしいです。はい、次、野手陣。周平くんさ、どうする？マジで。二軍行っちゃう？いや、でもね、石川くん骨折しちゃったしね。どうしたもんかな。もう、とりあえず、ビッシ3番で行こうよ。一番いいバッターが3度も先頭バッターになってちゃ打線として機能しないですって。あれだけ先頭のフォアボールもらって、であれだけね、記録につかない内野のミスももらって、でこんだけしか点が取れないっていうのが現実ですね。以上。ポイントとしては初回のソト選手の、ツーランですね。初回に4点取られちゃうとなかなか厳しいですね。しかし、よう打つわ DeNA さん。もう嫌い。もうすぐ抜かされてくビジョンしか見えない、もう残念ながら。前半戦が終わるまでになんとか形を整えて、まだ間に合う位置で耐えて後半戦につなげたいんだけど、もうその望みもね、厳しいね。ポジ要素はほとんどないけど、強いてあげるなら京田くんかな。顔も真っ黒になってね、表情もなんかいい感じでしたよね。で、バッティングも会心のライト前だったし、良かったですよね。いろいろ判断するにはまだ早いけど、まあ、でもね、今回の、2軍の経験は、本人にとっても確実にプラスになってますよね。期待してるぞ、京田くん。というわけでね、明日は試合がないので、もう全員朝から晩まで練習してください。マジでリフレッシュとかしてる余裕ないからね。全員危機感持ってやってください。そして私は明日休もうかな。もし休んだら、セカンドチャンネルのスナックキャサリンに遊びに来てください。この時期にぴったりのあの名曲を歌ったので、編集が間に合えばアップしたいと思います。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。解散。こだまする竜の叫びを耳にして、戦う中日夢強く、僕らをじんとしびれさす。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。
僕もあなたも願ってた祈る気持ちで待っていたそれは一言優勝だ与田監督の胴上げだいいぞ頑張れドラゴンズ燃えよドラゴンズ